こんにちは、カイアです。今日はエモーションコードについて話をしたいと思います。エモーションコードっていうだけに感情クレンジングなんですけど、生まれてから今までの間に経験したことでいろんな感情が生まれてきてます。で、その生まれてきた感情の中のいらないものもエネルギーとして生まれているので自分の中にくっついちゃってるんですよね。で、もちろん目に見えないです。だから終わったことだと、いやもうここに存在してないって思いがちなんですけど、エネルギーっていうものはなくならないんですね。で、処理をしてあげることで違う形にトランスフォーメーションしたりとか、違うところに、まあ、存在することはあっても、もし何もしなければ感情として私たちの中に残ってます。で、残ったら何がダメだかっていうことなんですけど、自分が経験したその感情っていうのが残ってると同じような経験をまたするじゃないですか。例えばね、まあ浮気された経験があってちょっとその怒りが生まれてたと、裏切りからする怒りが生まれてた。そしたら、まあ、新しい人に出会って、で同じような経験をなんか、あ、この人浮気してるんじゃないだろうかって思った時に、そのされたっていうこの感情ね、怒りがあったじゃないですか。それがまたバイブレーションするんですよね。こうは、なんていう日本語で刺激されて振動する。そうするとその感じてた感情によってもっともっとその今起こってる現状で起こってることが大きく感じられるっていうか、で過剰に反応したりとか、いつもならしないような行動をしちゃったりするんですよね。ですごく生きにくいんですよ。自分の素の状態じゃない、本当の感情はそうじゃないのに、前に起こったことがクリエイトしたそのエネルギーが反応することでもっともっとこう上乗せしちゃうっていうか、エネルギーがこう乗っかっちゃってそれにすごい反応するんですよね。で、これ自分じゃないのになみたいな経験をしちゃいます。で、エネルギーがくっつくってどういうことかっていう感じなんですけど、まあ、例えばこうクレジットカードがありますね。で、カードがあったとする。そしたらそのカードに、まあ、黒いラインがありますよね。で、これの中に何が入っているかというと情報が入っているんですよ。で、経験することによってどん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 情報が入っていく。で、その情報はまだそこにあるからこれを使うことができる。じゃあこれを消すことができるんですよね。で、これもこう例えばぐちゃぐちゃぐちゃってこう擦っちゃうとその情報が消えちゃって、もうこのカードは使うことができないじゃないですか。そんな感じで、まあ、エモーションコードで感情を流すことによって、このクレジットカードであったこのブラックラインね、そこの情報が消えたと同じような感じで自分の中にも存在しなくなります。だからって例えば怒りのエネルギーの話をさっきしましたけど、怒りがなくなるのって言うとそうじゃないですよね。怒りを感じる経験は多分人生の中で経験していくはずなんですよ。でも前に経験したその感情に左右されることがない。だから自分っていう素の状態でそれを新しいことを経験することができます。で、どの感情が本当に自分で取らなくちゃいけない感情かって普通わかんないんですよ。でも私怒ったから絶対怒りのはずよってみんな言うんですけど、違うんですよ。怒りと思ってるのはその表面に出てる部分で、実はそれを掘り下げてみるとうちに隠れてたものが悲しみだったりします。例えばで、その悲しみを隠すために怒りが入っている時があるんですよね。ということはこの悲しみっていうのを取らないとこの怒りは解除されないんです。だから怒りを取ろう取ろうとするんですよ、表面上のね。でもこれって蓋なんですよ。で、この蓋を取ってあげても結局ここに隠れているものがあったらそれがまあ原因なので、それを取ってあげないといけない。じゃあどうやって分かればいいのと。この表面上のことっていうのは顕在意識レベルでわかります。思考の中に入っている、まあ、顕在意識レベルでわかるんですけど、ここっていうのは潜在意識っていう、まあ自分の本当の一部でありっていうか、いろんなことがわかっている部分なんですけど、そこにアクセスしないといけない。で、対抗催眠とかすると、まあ潜在意識レベルのものにつながったりできるんですよね。でも、エモーションコードでは、キネジオロジーみたいなね、ボディチェックを使います。で、そうすることで
潜在意識、頭で考えているものではなく、細胞レベルにつながっている潜在意識っていうエネルギーとつながることができる。だから、ここで考えている答えではなく、ちゃんと宇宙が分かっている答えにアクセスすることができます。で、チャートを使うんですけど、私全部覚えてないです。覚えなくていいんで。もうこうやってパッと見せますけど、こういうね、チャートがあって60ぐらい感情があるんですよね。その中のどれかっていうのを潜在意識が教えてくれます。で、教えてくれたら、それを、まあ、それについて追求していくっていうね、ことなんですけど、そうすることで、最終的に自分の本当にいらなかった感情が取れていきます。で、まあ、自分が変われば世界は変わるじゃないですけど、うちにあるものが外に出てってるので、例えば自分が変わることで、その、周りにあるもの、いるもの、人もそうなんですけどね、そういうものも、そういう現実が、変わっていくプロセスを見ることもできるし、自分自身に戻ることで、こう玉ねぎの皮をどん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 こう剥いていくような感じで、自分の感情っていう、いらない感情を剥いでいくんですよね。そうすると、その中に存在してた本当の自分とアクセスすることができます。面白いセッションなので、ぜひね、受けてみてください。